日本兵庫県神戸市中央区北長佐通り北長佐通りは兵庫県神戸市中央区の町名。現行行政地名は北長佐通り1丁目から北長佐通り8丁目。郵便番号は650の0012。当地の町並み北長佐通り4丁目で、撮影当地の商業地域北長京通り4丁目で、撮影旧育宅東部の JR 東海道本線。 および阪急神戸高速線の北側の区域である。商業地域がほとんどを占め、飲食店、事務所、商店のビルや集合住宅が立ち並ぶ。またいくつかの風俗店も立ち並んでいる。東は、かの町、南は、東から順に、三宮町、元町通り、元町高架通り、西は、南から順に、多門通、立花の通、北は、西から順に、 楠木町、下山市花熊町、下山市中山で通。東西に非常に細長く、東から順に1から8丁目があり、5丁目と6丁目の間は一見途切れているように見えるが6丁目東部は道路上にあって花熊駅が属する。明治七年に神戸町の内大手町、浜の町、札場町、松屋町、中野町、西の町、 城下町、東本町、四条町、八幡田町、北野町、生田宮町、花熊町の各一部から成立。西節大館によれば、町名の由来は、古代の地名生田長尾国から取ったが、京都間違えたからという。一説には、生田神社の採取、海上五十教会屋の、京都混同したとも、長をでげ、町形地割りの他の多いところからついたとも言う。 初代兵庫県知事、伊藤博文は六丁目にあった、橋本花壇を仮住居とし、一年あまり不雅な生活を送ったと言われる。明治中期から、苦生志向まで、神戸を鑑賞して、神戸北長さ通りとされていた。はじめ神戸町、明治12年より、神戸区、明治22年より、神戸市、昭和6年より、神戸市行田区、昭和55年より、 神戸市中央区に所属。また、兵庫県八部郡地市に西宇治川より東九行田川にイタリルの左右道路して接続す。北を北長さ通り、立都市南を南長さ通り時というと見えるが、南町共通は町名として定着せず間もなく消滅した。ありがとうございます。